告白実行委員会恋愛シリーズは、ハニーワークスによる告白予行練習、初恋の絵本、焼き餅の答えを中心とした楽曲シリーズプロジェクト。これをベースにメディアミックスも行われている。派生シリーズとして、告白実行委員会、アイドルシリーズも存在する。ハニーワークスはニコニコ動画にてボーカロイドを使ったオリジナル曲を発表しているユニットで、 本シリーズは2011年11月18日に公開された動画初恋の絵本ハニーワークスフィーチャリング組が発端である。当初は楽曲間のつながりはなかったが2013年からキャラクター設定などが作られ、同年8月にはコミックマーケットにて漫画を無料配布、2014年2月には小説化されるなどメディアミックス展開が行われていった。 2021年9月時点で小説のシリーズ、累計発行部数は300万部を突破している。2016年4月に公開されたアニメ映画、ずっと前から好きでした。告白実行委員会は、中高生に大ヒットし、動員25万人、工業収入3億円を突破した。中高生に特化した宣伝が行われたため、上の世代にはほとんど知られていない。主なファンは、 恋愛に関心のある女子中高生である。桜川岡高校3年の榎本夏樹は、幼馴染みの瀬戸口優に片思いしているものの、素直になれず優を告白の練習相手だと偽り、告白の練習をするようになる。そんな夏樹と優の声を中心に、早坂あかりと、も月壮太郷田た、ゴダビオ芹沢春樹、鳴海聖奈と、 浜中緑の3年生組の恋愛ストーリーと、高校3年生の綾瀬小雪に恋する高校1年生の瀬戸口ひなと彼をライバル視する榎本小太郎の三角関係ストーリーが繰り広げられる。声はアニメ映画とテレビアニメで共通キャスト。縁は舞台版キャスト。登場人物のイラストを中心としたミュージックビデオがニコニコ動画及び YouTube にて、 公開されている。楽曲を収録したアルバムはミュージックレインから発売されている。初回生産限定版には声優が参加したオリジナルアニメーションデジタルコミックを収録した DVD や山子によるオリジナルコミックが付属する。ライトノベル愛蔵版自動文学は多し、アイドル宣言ハニーワークスがプロデュースし、作画をハニーワークスの PV 作成。 タケトリオーバーナイトセンセーションなどのコミカライズも担当していたモゲラッタが制作する。日本のウェブ漫画、ピッコマにて全編立て読みカラー漫画で配信中。告白実行委員会恋愛シリーズに登場する、ナルミセーナの妹である、ナルミモエナがスカウトされアイドルモナとして、ソロライブを成功させる奇跡を描いたストーリー。第1弾、ずっと前から好きでした。告白実行委員会は、 2016年4月23日にアニプレックスの配給により公開された。同シリーズの楽曲、告白予行練習、初恋の絵本、焼き文字の答えをベースに作られている。ソニーミュージックグループのアニメ事業を担うアニプレックスで企画が立ち上がった。宣伝プロデューサー相川和也は、高校生にとってのリアルな今、小中学生にとっての憧れの恋愛が描かれており、 彼女たちには届くが、大人に響かせるのは難しいと考え、ターゲット層を分析して中高生のみに絞った宣伝を行った。一般的にアニメ映画の前売り券は首都圏でよく売れるが、本作の前売り券を購入したのは郊外に住む中高生だった。YouTube の動画広告などのウェブ広告を24歳以下に設定してスマホ中心に配信し、 購入しやすいよう前売り券の価格を特典付きで1100円以下に下げた。友人や彼氏と複数で見に行く人が多く、デートムービーとしても受け入れられたという。第2弾、好きになる、その瞬間を。告白実行委員会は2016年12月17日に公開された。同シリーズの楽曲、今好きになる。三角ジェラシーなどをベースに作られている。それに伴い、 出演声優が公募された。スタッフ音楽全作詞、作曲、編曲ハニーワークス。BD、DVD2017 年3月に、アニメジャパン2017にて、特別番組形式による、テレビアニメ化が発表された。いつだって僕らの恋は10センチだった。のタイトルで、同年11月25日より12月30日まで、東京 MXBS11。 群馬テレビ、栃木テレビ他にて毎週土曜零時に6週連続で放送された。スタッフ主題価格はリスト放送局インターネットではアマゾンプライムビデオにて独占配信される。BD、DVD2019 年2月、ハニーワークス原作の舞台、70億分の1の恋、告白実行委員会の講演が発表された。同年3月6日から3月15日にかけて、 CBGK 主部劇で講演が行われた。スタッフ主要以外のキャスト主要キャストは登場人物を参照。告白予行練習に関するカテゴリー、ずっと前から好きでした。告白実行委員会に関するカテゴリー、好きになる、その瞬間を。告白実行委員会に関するカテゴリー、いつだって僕らの恋は10センチだった。に関するカテゴリー、ありがとうございます。